はい、こんにちは。こんにちは。今日こちら何をされてます？いよいよね、はい、割り干しって言ってね、はいはい、もう明日自分これ取り込むわけですよ。取り込むっていうのはね、はい、今度は寝かすって言うとまた言葉がみんな、あの、なんだ、標準語じゃなくて、商売語になっちゃうんだけど、はいはい、汗をかかして、はい、こうすると白くなるんですけどね、はい、今日の無理へ取り込んじゃったんですけど、はい、やっぱりこうなってると、はい、ね、こういうとこがまあ濡れてるですよね。おお、なるほど、はい、だからこれをこうに割り返すと肉、中の肉が猪くわけですよね、はい、こうすると早く乾くですよね。なるほど。いよいよあれですよね、これを明日で返してあと2日ばっか経つとね、出荷ができるよう詰めれるようになるんだよね。なるほど。あと2日か3日で、いよいよ、ね、今年はね、はい、天気がね、山梨は、はい、いいでしょ、雨降らないからね、はい、割れ後進んでるですよね。あ、そうですか、ね、こんなの初めてですよ。おお、なるほど。干してる間の雨が降らんなんてことはね。おお、今こうやって割り返しの、はい、干して早く乾くからね。なるほど。いよいよですね、じゃあ出荷、はいはい、はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。いいよ。